c q 1 0スノーグースカリフォルニア州リバーサイドのマーチ空軍基地博物館に展示されている c q 1 0 a c q 1 0スノーグースはカナダのミストモビリティインタグレイテッドシステムズテクノロジー社が開発した無人航空機である。c q 1 0スノーグースは GPS によって制御されるパラフォイル式航空機である。 M998HMMWV を用いた専用輸送車両に搭載されている c 9 1 0マミスト車線、シェルパ誘導輸送システムの技術を応用しており、最大で 272kg の搭載能力がある。実用最大高度は 5500m、速度は45時速 55km で 940km の航続距離か、 20時間の対空能力があるとされる。事前に入力された目標地点に到達すると、その場所に着陸するか、高度30メートルより搭載した貨物を投下し、起動する。自力での離陸はできず、航空機から空中投下された後にパラフォイルを展開して滑空、エンジンを始動して飛行するか、専用の課題が設けられた輸送車両に搭載し、 輸送車が風上に向けて走行しながらパラフォイルを展開することにより合成速度時速 55km 以上の状態を作ることによって発信できる。輸送車が速度時速 55km 以上で走行できる環境があるのであれば無風でも発信できる。スノーグースはもともと線部用のリーフレット散布を目的に設計されていたが機体中央部に左右三区画。 合計6区画のモジュラー式米が用意されており、燃料タンク、貨物室、各種センサー、放送装置もしくは通信中継装置などの各種モジュールを搭載可能で、それらを入れ替えることで様々な任務に対応できるようになっている。これにより、地上の特殊部隊に対し、ヘリコプターで直接着陸しての補給が難しい場合に輸送機からパラシュートで投下することで、 行っていた弾薬などの補給物資を対象の部隊がいる場所にピンポイントで輸送することができるようになった。CQ-10A は2001年4月に原型機が初飛行し、2003年には最初の量産機が納入された。2005年1月にはアメリカ軍において初期作戦能力を獲得しており、発注された48機のうち15機が納入されている。 建物の屋上に不時着した C9-10A イラクのアンバール県ハディーサにて、しかしパラフォイル式で飛行するため、地形や風の影響を受けやすく、任意の場所に物資を投下することが難しかった。GPS 制御、パラフォイルは従来のパラシュートでの投下に比べれば、落着地点を狭い範囲に抑えることができ、受け取る側は風に流されて、 広範囲に散らばる補給物資を集めるために奔走する必要はなくなったが、実用面からはさらに一段高い投下精度が必要とされた。また、着陸時もしくは上空より投下する場合において、貨物モジュールに加わる衝撃は少なくないため、衝撃に弱い精密機器の輸送に難があった。この問題の解決のため、C9-10A にパラホイールに代わり回転翼を装備し、 パラフォイル式からオートジャイロ式に機構を変更した c q 1 0 b が開発された。A 型では着陸地点の周囲に最低300メートルほどの平坦な場所が必要だったが、B 型では垂直着陸が可能になり、その必要はなくなった。対空能力は最大24時間、航続距離は最大150キロメートルで1088キログラムを 運ぶことができ、事前に指定された地点の30メートル上空からほぼ垂直に着陸できるほか、着陸せず低空を通過して投下する場合でもより低い高度から投下することができるようになり、貨物モジュールに加わる衝撃を小さく抑えることができるようになったため、精密機器の輸送にも適した機体となった。C9-10 は、 アメリカ軍の他カナダ軍でも2007年から評価試験が行われている。C9-10A 基本型。パラォイルで飛行する。C9-10B 発展型。ローターブレードを持つオートジャイロとなった。満載 635kg 空気を 270kg 出力 81kW。ありがとうございます。